こんちくわ。こんちは。右手うちわですか。こっちがええわ。左うちわ。まだ右にしておき。まだ右ですか。邪魔なんで。はい。ということで、はい、まあうちわですよ、うん。ということは夏ですね。夏ですね。夏といえば何でしょう。かき氷。かき氷。そうやな。もう暑い時に冷やさないかん、うん、かき氷やな。はい。車にとってのかき氷。いっぱいありますよ。はい。ということでですね、はい、今日はクーリングキャンペーンなんかを久々にしてみようかなと、うん、夏ですのでね、はい、はい、ということでこの緑といえば急に M3 ですね、はい、ということで、うん、一番ネックな急に M3 のネックじゃねえや、うん、急に M3 といえば、はい、とにかく油温が上がります、はい、ということでネックですね。ネックです、はい。でその油温を、うん、まあまあがっつり落とすっていうのは結構大変な改造がいるので、はい、まあお手軽にっていうところで、はい、これうちのイマジン製のオリジナルオイルクーラーが実はあるんですね、はい、で僕もこれすっかり忘れてて、うん、さっきちょっと倉庫整理してたら、うん、いっぱいあるじゃん在庫っていうことで、うんうんうん、っていうことで、在庫限りですけれども、はいはい、まあ、クーリングキャンペーンをしていきたいと思います、はい、で覚えきれないのでちょっとカンペを見ますね、うんまあ、まず急に M3 に関しましては、はい、まあ、こちらのオイルクーラー、大容量オイルクーラー、純正比大体 1.4 倍、うん、はい、これで大体そうですね、夏場でも、うん、5度から8度ぐらい、はい、低いところで安定して走行することが可能になります、うん、はい、でオイルの容量も1リッターぐらい上がるので、はい、まあ、オイルは多ければ多いほどいい、安心ですからね、はいはい、というところでこちらがですね、なんとですね税抜き10万8000なんですけれども本来、はい、在庫に限り、うん、在庫に限り、うん、もっと何セットあるか書いてないぞこれ5セットやったかな4セットやったかな 4?、うん、4か5ぐらいありました、うんうん、はい、こちらがなんと、はい、10万8000円が7万8000円、はい、いいですか、いいですか、彼も大丈夫ですか、ドライブ勝手に何も原作やらずにやってますよ僕足りない分は社長に貼ってもらうんで大丈夫です、はい、7万8000円です、はい、でこちら前期モデルの方は後期用の純正のオイルラインに変える必要があるのでそちらは別途必要になります、はい、後期の方はそのままポンとつきます、はい、っていうところ、前期も後期も使い、まあ、どっちも使えるんだけど工程が違います、うん、前期は取り回しが悪いんで結局後期から改善されてライン自体をね、うんうんうん、まあ、そちらに全部変更していきましょうっていう流れになっちゃってるんですよ、うんうん、BMW の勝手なあれで、はい、勝手なあれでよくわからん改善か改善で、はい、野望ではないです、ね、野望かもう、はい、策略かなんかは知らんけれども、うんうんうんということで前期の人は、まあ、後期のラインに変える必要があるというところなんですけれども、うんうん、変えれば、まあ、装着可能です、使えますよ。逆に言うと前期の人は後期のオイルラインに変えないと、うん、大容量の、オイルクーラーを取り付けができないということなんですね、うん、はいはいはい、なので前期の人は別途純正部品が必要で後期の人はこれだけで OK、うん、ただオイル交換は必須なんで、うん、装着自体ね、な交換工賃とはまた別途になりますが、はいはい、商品代としては10万8000円が、7万8000円でのご提供と、はい、給油に関しては以上です、はいはい、次はですね、うん、あっちじゃ外だ行くぞ、はい、こちら、はい、F87M2、まあ、N55N2 ですね、いわゆる、はいはい、まあしかしダサいままやねこれお客さんにタイヤパクられたもんで、そうですね、とりあえず適当なもん入れてますが、はい、まあダサいです、はい、誰と言いましたか、まあ、ダサいと、はい、ダサいとクーリングは関係ないんで、はいはい、ということでこちらの、うん、N55M2、はい、VF エンジニアリングの、うん、ラジエーターが1つ、はい、1台限り、はい、1台限りこちら14万8000円が、うん、10万円、なんと10万円、もうめんどくさいんでもうポッキリ、はい、10万円、はい、そしてオイルクーラー、はい、純正ここについてますね、純正はここについてます、この辺ですね、はい、はい、こちらも VF エンジニアリングの大容量のオイルクーラー、見ません、当然、はい、この車ラジエーターも、うん、オイルクーラーも VF エンジニアリング使ってます、はい、はい、そちらがですね、うん、限定2台、はい、限定2台14万8000円が、はい、10万円、10万円10万円10万円、これ工賃は
コーチンとかは別途です。別途です。はい、税金も別途です。はい。はい、そして、うん、そして、うん、F8X 系の、うん、まあ M4 だったり、M3 だったり、M2 コンペは今日はいないです。うん、M2 コンペ、はい。はい。用のヒートエクスチェンジャー、うん、イマジンパフォーマンスですね。はい。はい、こちらが限定5セット。はい。5セット。うん。5セット。12万8000円が8万8000円。なんだ。デレン。はい。ってことで、夏を乗り切ろうということで、うん、安く乗り切りたい方、ぜひぜひ、今がチャンスですね。はい、今がチャンスなんで、はい、はい、いつ始まっていつ終わるか知らないですけれども、はい、はい、在庫限りで、限りです、はい、終わるということで、はい、はい、そんなところかな、はい、はい、合わせて最近だとあれですね、やっぱ夏なので、うん、まあエアコンの添加剤系とかですね、ああ、いいですね、はい、非常に売れてますね、はい、まあそういったものであったりとか、はい、まあクーラントの交換であったりとかね、うん、まあこちらもモティーズのね、レーシングクーラントにすると、冷え冷えになってくるんで、はいはいはい、メンテプラスアルファで、うん、こちらも人気になってますね。ということで、そういうものと合わせてですね、はい、まあ、この夏を乗り切ろうということで、うん、はい、夏なんで半袖 T シャツもこんな、こんな、そうですね、こういうのもありますね、はい、これバージョン1、はい、バージョン1、バージョン2ですね、はい、それともにですね、そうですね、はい、はい、これはプレゼントされませんので、はい、買ってください、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。なんかおかしいですね。あ、そう